異界の七不思議。宝山城によって伝えられたその話は福島正則の心胆を寒からしめた。男福島に怖いものなどない。負けん気の強さゆえそう啖呵を切った正則は宝山城と共に噂の真偽を確かめることとなった。はあ、やっと着いた。ここが七不思議が起こるって噂の場所。なんだ別に普通じゃん。ん？なんか声震えてるような。まあ行こう。早速一回りしてみない？ガチで行くの？行くに決まってんじゃん。もしかしてガチの怖がり屋ってやつ？ガチなめんな。ガチ火がついた。上等だ。この男福島どこまでも行ってる。なんであんなところにいたんだ。
さっき聞いてみたんだけど、健康のために散歩してたのか。それを俺、怒っちまったのか。悪いことしちまったな。何を。あっ、七不思議の一つ、痩せこけた幽霊。家路にした霊で、食糧庫によく現れるとか。裏をつかせた幽霊。なんか俺の腹がキューッとなってきた。ゲイはここで一体何を。詳細は後ほど決まる。あれ、あの人味方の軍師じゃん。私たちのこと泥棒と勘違いしたって感じ。なんか勘弁だったのかよ。よかった。ちょっと後が怖えけど。消えろ。呪うぞ。マサ。お前は俺呼んだ。呼んだよな。え？私何も言ってないんだけど。責めるぞ。ダメダメ。かぶった連中が俺を呪うって。なんだよ、ガチでわけわかんねえよ。てか、これも七不思議じゃない。呪いの言葉を吐く頭巾の集団ってやつ。食らい尽くしてやったわ。人を脅かす会見を王都に教えていたんだ。マサノ、お前は見事に流れに乗ってくれたね。確かに病みつきになっちまいそうだね。な、俺も正則殿の反応がいいからさ。なんでこの状況でこんなことに全力なんだよ。頭いいやつの考えることは分かんねえ。の音が聞こえた崖じゃねえか。ついに来ちまったぜ。もうすぐ正体がわかるんじゃない。気分上がってきた。かき鳴らせ荒ぶる魂のままに。しゃあ、こいつの正体わかったぜ。妖怪三味線鼓動だ。ちびりそう。この人のことわかんないとかなくない。特徴ありすぎなのに。君に叩き潰してくれ。そんなことで反骨の魂が俺に語りかけ、お前の声に耳を傾けろ。誠実に。やっと静かになったか。そう考えて引けよ。そうならば俺はお前のそばにいよう。俺の反骨の魂、そうしろと言っている。じゃあこれで三味線の謎は解けたぜ。七不思議なんてやっぱなし。なあ、七不思議の謎もう結構解いたよな。もう帰ってよくね。てか帰らせてくれ。そんなのダメだし。最後までやってくれなきゃ。私そんな別で顔すんなって。分かったよ。じゃあいいんだろ。いきゃやれるぞ。貴様こそ天下無双だ。やっぱ怖え。勘弁してくれ。男福島の男泣きが異世界にとどろく。その慟哭がまた俺を熱く燃えたぎらせる。貴様
君の心は切ってみよう。いきなり出た白塗りお化け。びっくりして足すぎてましたよ。おお、これも七不思議じゃん。水辺に浮かび上がる白塗りのお面ってやつ。あー楽しかった。また切り合おう。じゃあね。あいつお化けより立ち悪いな。でも人間なら喧嘩できっからまだマシだぜ。あんたもしかして私のために怖いの我慢して頑張ってくれてる？また幽霊じゃねえか。急に寒くなるぜよ。これ倒れちまう。マジで感じずに、マサナ、その弦とは裏腹にお前の魂は燃えている。熱く。なわけねえだろバカ。ああ、もう幽霊倒すの手伝いやがれ。暴れるぞ。また幽霊を乗っちまったぜ。これで全国で最強だね。マジで。いるんだよここ。いかにもって感じじゃね。マジで勘弁しろって。いかにもで、その概念に抗い。それがお前の反骨だ。誰だ。邪魔をするなら消えてもらう。なんだこいつ。しかも鬼もいるぜ。どうなってんだよ。一つ目鬼を操る術者の目。これってかなりヤバいかも。今こそ攻め立ててやろう。叩き潰してくれ。そんなことする戦が俺の魂を駆り立てる。熱く。俺はただ鬼を操る訓練をしていただけだ。来たるべき対戦に向けてみんなに隠れて鉄特訓してたってことか。逃げらせんじゃねえ。鬼を従えると聖絶。その気迫、鬼はこたる俺の心をも狂わせる。君が随分奥まで来た。なあ、もう切り上げね。ここまで来て帰るとか言ったんですけど。聞こえなき声も言っている。マサノ、振り向け、前に進めと。おい、なんか後ろから追いかけてきた。俺こういうの苦手なんだよ、ガチで。いつまで逃げる気だ、マサノ。恐怖心に抗い、今こそ反骨の時。もうぶっ飛ばすしかねえ。閉めてやったぜ。これでいつでも帰れるな。
だから急に門を閉めんじゃねえ。ガチびっくりするから。生還の鍵はあの霊が握っている。行きたくば抗え男福島。こいつら七不思議の連中、一体どうなってんだよ。もう一人の俺と上等、二人の俺のうち影すら失うのはどっちだ。幽霊か幻影か。すごったね。ここまで来たら全員死ねてやるぜ。お前の戦が俺の魂を駆り立てる。熱く白白星と申す。手加減は無用だ。縁に立てつき世を乱す火種消そう。持ってやったぞ。最後のはガチヤバかったなあ。ってあれ、あいつどこ行った。なんだよ、探索のところに行ったのか。実はあいつも怖かったんだね、ガチで。あいつ何のこと。最初から他には誰もいなかった。やっと戻ってきたぜ。なんか顔色超悪くない？すごい疲れてるし、なんかあった？お前、おい、先に帰るならそう言えって。いきなりいなくなって驚いたぜ。え、先に帰ったって何？全然話が見えないんだけど。え、ガチで言ってんのか。一緒に七不思議調べに行ったろ。お前俺を連れて行ったじゃん。意味わかんない。七不思議とか私知らないし。ってことはさっきのお前はガチ中のガチ。え、ちょ、何倒れてんの。ねえ起きてってば。異界にさまよう魂に見入られるとは聖絶。まさのり、行き場を失っていた魂たちはきっと黄泉寺に着いた。お前の曹操局でな。